金英堂の武雄です。言わずと知れたドイツの名車、メルセデス・ベンツ。あのメルセデス・ベンツの堅牢さ、質実剛健で性能と品質を重んずる文化を受け継いだアイウェアコレクションがついに発売開始です。メルセデス・ベンツと、ローデンストックという2つのプレミアムブランドにより、新しく際立つコレクションとして、このサングラスとメガネフレームの真のデザインを生み出しました。メガネ業界におけるローデンストックの134年の経験から生まれる知識と、125年もの間世界中で自動車愛好家を魅了し続けるメルセデス・ベンツの自動車ブランドとしての輝かしいスタイルが一つになるのです。ここに今あなたに最高級の価値と、そして信頼を与えてくれる唯一のプレミアムアイウェアが登場です。自動車は1886年に誕生しました。創業者の一人カール・ベンツは、エンジン付き三輪自動車の特許ナンバー37435を申請しました。その13年後の1899年、エミール・ゲリネクは娘の名前から取ったムッシュ・メルセデスの名でダイムラー社を運転し、フランスのニースで開催されたレーシングウィークで優勝しました。この勝利でウィルヘルム・マイバッハは最初の自動車デザインをメルセデスと名付けることになりました。その1年後にダイムラー・モーター社はメルセデスの名前を商標登録しました。ゴットリープ・ダイムラーはいつか彼の工場の上に祝福の星が昇るように願い、家族に出したはがきに初めて星のマークを書きました。彼の息子たちはその星を陸、海、空の普遍的な機動性を提供するための努力の象徴であると解釈しました。今日ではその星はメルセデス・ベンツのブランドのアイコンとなっており、品質、洗練された軽快さ、スタイル、快適さ、そして魅力を表しています。メルセデス・ベンツが別名シルバーアローと呼ばれるようになったのは1934年以来のことです。その年にメルセデス・ベンツがニュルブルクリンクの国際アイフェルレースで優勝。その車はもともとは白かったのですが、重量オーバーでした。そこでメカニックが一夜でその白い塗装をヤスリで剥がし、その下の輝くシルバーのアルミ地を露出させたのです。翌日、その車で優勝したマンフリード・フォン・ブラウヒッチュがシルバーアロー伝説を築いたのです。今日、メルセデス・ベンツは世界の高級自動車ブランドの一つとなりました。その成功はたくさんの要素に端を発しており、他にはない独特なスタイル、時を超えたデザイン、革新的テクノロジー、そして今日に至るまでの持続してきたこだわりのディティールなどによるものなのです。メルセデス・ベンツのアイウェアコレクションはまさにこの考えを、アイウェア、メガネ、サングラス、それらにこの素晴らしい革新的テクノロジーと、そして時を超えたデザイン、これらを盛り込んだ他にはない独特なスタイルを実現した唯一のプレミアムアイウェアコレクションです。
メルセデス・ベンツのアイウェアコレクションの各モデルは、エレガントでスポーティーなスタイル、そして卓越したデザインと機能、最高級素材、そして丁寧にコーディネートされて語りかけてくれる色と形が特徴です。コレクションにはユーザーのあらゆるご希望を満たすよう広範囲に及ぶ3つの製品ラインがあります。モダンラインは若くてライフスタイルを重視する方に、プレミアムラインはエレガントで心地よさを重視する方に、そしてエクスクルーシブラインは厳選された革新的ディティールがさりげなく高級品を身につけるセンスと自信を与えてくれます。メルセデス・ベンツは、ダイムラー AG 社の最も信頼性の高い最高級車のブランドです。そして、このメルセデス・ベンツ・アイウェイはあなたに新しい価値を与えてくれます。信頼と安心という名の価値を、そして最高級プレミアムアイウェアであるからこそ得ることができる、かけることの楽しさと、そして、見ることの心地よさを、メルセデス・ベンツプレミアムアイウェアコレクション、どうぞよろしくお願いいたします。